ベルディに憧れてサッカー選手目指しましたから、そういう部分でもやっぱこう高校のベルディにもやっぱこう、ね、J1 でやっぱ活躍する姿ね見てみたいですよね、はい、小田と岩崎のクロスもどのように上げてくるか非常に注目したいと思います。ワントップには古巣対戦佐藤良雅がいるというアビスパ福岡です。前線は強力木村山見染野、この辺りがどのように点を取っていくでしょうか。東京ベルディです。今試合が始まりました。アビスパ福岡対東京ベルディの一戦です。まずは長いボールを蹴っていきました。宮が競ったところ、これはボールが流れてキーパー村上が出てきました。裏を狙ったボール、木村さあ中には2枚3枚上がってきた、中入れて山見のシュート、こぼれた。村上がここはよく触りました。スピーディーな攻撃、サイドチェンジして宮、さあ左足から高精度のクロス、中入れて佐藤がいる、ヘディング、しかし枠の外。田代から亀川、前線は高さのあるあのウェリントンであったりザフィリーではありません。今日佐藤良雅です。左へミキ、ミキかわして、かわしてシュート、斉藤康介、流れてきたところシュート狙いました。谷口、ワントップには今日木村が入っています。多分あボランチのところに入っている斉藤なんかやっぱ手叩いてますけど、はい、さあここ抜けた三木、木村中には2枚入っている、木村シュート、止まった三木だ、遠目からここは打ち切れませんでした。宮原、もう一度戻して、ボール支配率確かに中原さんのおっしゃる通り東京ベルディ 42% と先ほどのデータと比べて上がってきています。いいですね、今みたいなセカンドボール拾えるのいいですね。染野、ミキ山見だ、山見のシュート、決まった。東京ベルディ先制ゴールは11番の山見、前半の38分、まずは東京ベルディゲームを動かしました。やはりこう長いボール入った後のやっぱセカンドボールを拾えたというところが非常に大きかったですし、はい、あとここ1個キックフェイントを入れたことによってどうしてもこう亀川ですかね、こう寄って、オナンガが倒れていますが、ここで長い笛が鳴りました。前半の38分、山見のゴールで東京ベルディが先制をしています。エンドが変わりました。ネイビーアビスパ、白が東京ベルディです。長いボール、まず宮が蹴ってヘディング、ザヘディが行く。今のもハーフスペースでこう中間ポジション取りながらこうボールのもらい方非常に良かったですね。ショートコーナー少し変化をつけました。もう一度上げてゴールに向かっていくボール、ゴールの上、ボールが通過していきました。木村悔しがっています。右サイド前、あっとここは少しタイミング合いませんでした。そうですね、ベルディボール、うん、ここで、しかしここ前が取る、前が取ってシュート打った、ゴールの右でした。遠目から狙っていきました。戻した、田代、中入れたボールはザヘディのシュートだ。これは少しヒットしなかったか。流れた、小田少しここはヒットしませんでした。そうですね、まあ、狙ってるところ良かったですし、前に送るスペースに出した、チアゴアウベス、中を見てチアゴアウベス、チアゴアウベスシュート、わずか左でした。村上よく触りましたね、はい、今なりました。東京ベルディリーグ戦で連敗しないチームを継続、アウェーの地で勝ち点3を掴んでいます。一方のアビスパ福岡は